お待ちしていました。あなたならきっと来てくれると思ってました。この場は私たちの闘争のために用意させた不可侵の場です。どれだけ暴れても問題はありません。わかりますか？ここでならお互いに全力で戦えるのです。一目見た時からあなたと思っていました。この私の力を受け止めてくれるのはあなただと。褒美も報酬もありません。この戦いの勝者に与えられるのは名誉と称号のみ。創世より今のこの時まで磨き抜かれた私の血肉の果て、味わっていただけますか？それでは参ります。そこですね。
おしまいですか？遅いですね。遅いですね。そこですか？いかがです？遅いですね。遅いですね。そこですね。はっはっ、おしまいですか？死なないでくださいね。逃がしませんよ。いかがです？そこですね。はっはっ、逃がしませんよ。いかがです？そこですね。そこですか？いかがです？死なないでくださいね。そこですね。逃がしませんよ。いかがです？遅いですね。遅いですね。はっはっ、遅いですね。そこですか？いかがです？遅いですね。遅いですね。はっはっ、逃がしませんよ。いかがです？そこですね。逃がしませんよ。いかがです？死なないでくださいね。私が負けた？こんなことが現実に起こるなんて。素晴らしい。すでに自らを極地と思っていた私もまだ道半ばだったということですね。なんたるおごり、なんたる未熟ですが、これだからこそ人生は面白い。ありがとうございます。私は私の未熟を知りました。そして同時に嬉しいのです。今日のこの戦い、私の長い生涯においても絶対に忘れることはないでしょう。負けて悔しいのもまた人だからこそ。次は負けませんよ。